あ、毒治った？自然治癒するん？マジで？すげえやん。どんな体したん？クッパ様から直々に倒される名誉をお前にくれてやろう。お、もうこの先？もしかして。ねえ、アイテム欲しいよ、私。この辺なんか、開いたりしない？直前ではなんか欲しいよね。回復アイテムいっぱいみたいな。私さっき無駄に1個使ったし。あれ使う必要なかったやん。マリオの攻撃とアカリンの攻撃でもうとどめさせとったやろ。ねえ、ハートないけど、ハート。お？これは壊せんのか。なんか外に出てきた。はい、セーブ。セーブしました。ねえ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 。こんな壊せそうな感じであるくせにさ。あ、でもこういうさ、なんかいかにも、ボスの直前ですみたいなところにさ、なんか、あれじゃない？隠し何かが。隠し何かが。あ、アカリンおるしさ。よいしょ。イエーイ。あ、回復やん。あー、でもさっきの使ったことがやっぱり悔やまれるな。ね。あれ、プラスやった。ってか、回復はないの？ねえ、あ、これキノコ城やん。なるほど、なるほど。クッパは多分、あれよね。なんて言うん？王様がおるところとかにおるよね。うわー、なんか、懐かしいな。ね。ピーチ姫としてここを、動いてたよね。ここを行ったり来たりしてたよね。いっぱい材料運んでたよ。なんか回復アイテムとかない？とりあえず、回復アイテムをいっぱい貯め、ってか、あんだけおった見張りはどこ行ったの？もうみんな撤収？あれかな、どこかで監視カメラみたいなんで見張りよんかな。そろそろマリオが来るけん。じゃあみんな集合、みたいな。軽いな。あ、乗り越えれた。ん？あと行ってないのどこだ？あ、こっちの上か。真ん中は絶対クッパおると思うけん。ん？何？動いてるよね。怖い怖い。先に宝箱。ピンチで守るのバッジをゲット。マリオがピンチになると受けるダメージが半分になる。なるほどね。あえて無視して周りから調べるやつ。でも何かが閉じ込められとるんか？隠れとるわけではない感じか？あ、キノピオ。隠れてるんですから開けちゃダメですって。あんなに揺れてたらバレバレだよ。あれ？マリオさん？あ、そうか。助けに来てくれたんですね。マリオさんが来てくれたからにはもう安心です。よかったよかった。そうだ、マリオさん、ついでに泊まっていきませんか？あ、マジで？やったー。って言ってみたけど元気いっぱいですね。それでも泊まっていきますか？泊まる泊まる。フラワーポイントも回復するよね。ごゆっくりどうぞ。ありがとう。多分、ハートブロックでは体力しか回復せんけど、キノピオハウスではフラワーポイントも回復したよね。よく眠れましたか？マリオさん、頑張ってくださいね。ありがとう。回復ポイントできたのは嬉しいね。これもう一回外でセーブしとく？あ、まあ、外でセーブ、あ、回復してる、回復してる。そうそうそう、スターポイントもね。そっか。別に外で回復じゃねえわ。セーブせんでも、どこでもセーブしとけばいいか。とりあえず、この扉の前で。いや、もしかしたら上がっていってすぐに何かがあるかもしれん。ここでセーブしとこう。はい、セーブ完了。ね、もしかしたら、ここの前でドンってなんか、守衛みたいなのが出てくるかもしれんけん。
この先にもあるのか。てかもっとさ、アイテムいっぱい置いといてくれていいと思うんだけどな。絶対こういうところはさ、もう最後の最後として回復アイテムをワンサカ置いとくべきやと思うよね。あ、こういうところのさ、一番奥とかさ、回復アイテム置いといて、置いといてくれよ。さっきのところさ、本積み重ね、あれやん、こっから上上がれるよね。これ自動回復のやつやろ、さっきの。イエーイ、やったー。いや、なんかピーチ姫で動かしてる時から上になんかあるなと思いよったんやけど、どっから行くんか正直分かってなかったんよね。よし、こっちの上は上がれんのかな。こっちはなんもない感じ。どう、パレッタ使ったら上行けるんやない。なんもなさそうやねじゃあ出るか。もっとない回復。ピーチ姫が囚われとった部屋とかになんか残されてないかな。ね、ひっそりなんかマリオの助けになるアイテムとかを置いといてくれないかなと思うのだけど。あとこの部屋か。玉座の間はどこだ。あ、ここピーチ姫がおった部屋か。あ、だねだね。ふかふかのベッドだ。いい夢を見れそう。いや、そんなことはどうでもいいのよ。絶対こういうとこアイテムあるべきやろ。なんもないやん。ちょっとクッパに見つからんようにさ、こういうとこ上がれるんや。同じドレスがたくさんある。ピーチ姫のお気に入りのドレスだ。いや、いいのよ、それは。もう動かせんくなってる。とても大きな暖炉だ。ひらがついている。ピーチ姫がいつも脱走しよった暖炉。なるほど。とりあえず回復アイテムが2つ。待って、この辺とかはないっすか。ねえな。ねえな。くそー。ちょ、待って待って。さあ、行くか。あれ、まだ動けるのか。でもそろそろじゃない？もうここ玉座じゃないの？あれ違ったか？普通に、あ、ここか？ここっぽいな。うおあー、マリオ！どういう、吊るされてる。ガハハハハハ、待っておったぞマリオ。よくぞここまでたどり着いたな。我が輩は嬉しいぞ。ここまで我が輩の邪魔ばかりしてきた貴様らだ。この手で思いっきりひねりつぶしてやろうぞ。マリオ大丈夫か。お、無敵の我が輩に勝てるわけがないことを思い知らせてくれるわ。そのままの音楽で突入した。ガッハッハッハ、かかってこいマリオよ。貴様の力を見てやろうではないか。どうしよう。とりあえず一旦敵を消える。攻撃力下げとくか。クッパが使うスターの杖の力を打ち消すことができる。これはそのスターの杖を使われてからってことかな。あ、これポイントいらんのや。ポイントというかスターパワーよし、じゃあとりあえず力抜かせとくか。はい、抜いてください。よしよしよし、ちゃんと下がるね。んで、ここで防御力無視のダメージ与えた方がいいんかな。攻撃力アップしとく。少しの間っていうのがどれぐらいか、ちょっと未だに。あ、間違えた間違えたあんまり使ってこんかったけん。え、だいぶ弱い。え、毒のダメージやめてよ。
なんだよその爪、やめていただきたいわやめていただきたいわ。3ターンしかできんってことか。星の降る夜、あんまりバンバン使わん方がいいんかな。てか体力どれぐらいあるんだ。これは別にあれもね、スターの杖の力を打ち消すっていうだけで大ダメージを与えるわけではないんよね。いやー、なんかコンスタントに力を抜いてを使っていきたいけん、あんまりスターパワー他のことで使わん方がいいかな。ドカーンジャンプ、ドカーンといくか。ミスったミスった。まあ、とりあえずあのフラワーポイントの回復も1個だけ持っとるけん。おさあマリオよ、スターの杖の力を見せてくれようぞ。よっしゃ、打ち消してやるぜそれを。てかこれって一体どういう力があるの、スターの杖には。何何何、どういう力、無敵ってことか。打ち消してやろう。これスターパワー関係ないけんバンバン使うよ。さあみんな力を。うお、なんだこれは。どうどう、ほらキラキラが消えた。うわー、スターの杖の力がなくなっているのだ。よしよしよし。あ、もしかして攻撃力ダウンなくなったかな。えね、この毒のダメージってさ、いつまでくるある感じ。ググググ、チョコザイナ。しかし勝負はこれからだ。あ、やっぱり多分切れてるね攻撃力アップも切れたし、これ毒のやつはさ、なんか自分でその毒消し層的なものを使わんと、ちょっと思いっきりドラクエやけど、そういうものを使わんとなくならん感じ。自然治癒はないか。じゃもう一回力抜かせとこ。スターの杖は何回でも使ってくるんかな。まあ一回こっきりではないか。はい、オッケーオッケー。でもう一回攻撃力アップしておくか。はいはいはい、よいしょ。これでえねえ、プラス1なのは変わらないの。え、なに、アイテムが使えなくなった、そんなことがされるの。え、やめてよ。じゃあ攻撃系のアイテムバンバン使った方がよくない。絶対そうよね。まあ、×1 って何、あれし、何された。あ、そういうこと。あ、なるほどなるほど。あのアイテムが消されたっていうわけじゃなくて、なんか数ターンの間アイテム自体が使えなくなるっていうだけ。びっくりした、消されるんかと思った。そうじゃないならまあいいやまあまあまあいいや。え、しかガツンハンマー違うよ、ドカーンジャンプだよ。くそ、ナイスにならねえ。ねえねえ、3回成功させたのにさ、普通にプラス1だけってどういうことなん。そういうもの、そういうものなんすか。私あれ成功したら成功した分プラスされるんやと思っとったんやけど違う今更ながら。いや今までも多分あんまり成功してきてないんよね。あ、毒治った、自然治癒するん、マジですげえやん。どんな体しとんどんな体しとんやろ。自分の体から毒素を抜くことができるのか自然に。はい、チタンの杖の力はあっという間にかき消します。オッケー、よしよしよし。あれってさ、スターの杖使ったら攻撃力はアップするの、クッパアップというか戻るの。よくわからないんだけども、なんか最初の時もね、ちょっとそ、回復、20回復、回復しすぎやって、やめろよ。え、ね、これアイテムいつまで使えんの、ずっと。
え、いつ解除されるんこれ。解除されんとか、やめてよ。無理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 。せっかくアイテム回収してきたのに、めっちゃ無駄になるやん。え、フラワーポイント回復とかないと困るんですけど。やった、ナイス。あ、待って、攻撃力下げたい。忘れとった、普通に。あ、でもあれナイスになったらめっちゃいい感じに。でもな、あれよね、クッパ攻撃力弱いよね。え、スターの杖で、ん？でも無敵状態になっても攻撃を受け付けんっていうだけなんじゃないのかな、違うのかな。なんか力を抜いて使わんでもいいぐらい弱くね。え、そういうもん？わからんねえけど。まあ使っとった方がそりゃダメージはないんやけど、普通に攻撃系、星の降る夜とか使った方がいいんかな、わからんわからん。あ、それ無敵のやつ。よしよしよし、解除するね。あ、なんか今アイテムが戻ってきた気がする。あ、降ってきたよね。やった。何ターンとか別に決まってないんかな。よし、無敵解除、ハッピー。ええ、ちょ、待って、やっぱり力を抜いて解除されるんや、スターの杖ねえ。で無敵状態になったら、やめてや、せっかく使ったのにさ。めっちゃ短いターン数しか持たんかったやん。スターパワー無駄になるけん嫌だな。よしよし、そっか、無敵スターの杖を使うことでこれ解除されるのはきついっすねきついっすね。ドカーンジャンプ、よし、ナイス。あれ、ナイスやのに9やったな。さっきパワーアップしとったんかな、そういうことか。発電パワー、フロアポイントがマリオの攻撃までは持たんな。ビリビリアタック、まあ、ビリビリアタックでいっか。コンスタントに4を与えれるわけやもんね。ここでドカーンジャンプが使えんけん、どうしましょうか。ハンマー、ガツンハンマー、ガツンハンマーどれぐらいのダメージだ。あ、とりあえずまあこっちで、まず、え、クッパパワーアップしたりとかするかな。絶対1回で倒せんよね。第2段階とかありそうな気がする。やだな、なんかその時に残しておきたいなとか言ったらあれなんやけど、とりあえずメープルシロップ使おっかな。よしよし、緊急キノコも1個あったよね。ってことはまあ1回はやられても大丈夫と。無敵かですね、ですね。よし、解除しよう、速攻で。はい、解除。でまだスターパワー溜まってないんよね。まだ溜まらんよね。うわ、全然溜まらんわ全く溜まらんわ、まだまだ。はい。え、でもさ、コアッパであんだけ体力あったってことは、クッパとかめちゃくちゃ体力あるんやない？やばいな。やだな。やだな。願っとくか。ダメージも与えたいけど、やっぱ相手の攻撃力も下げたいし。へえ、きつい。きついよ。まあ、まだ1回ではやられんけん。
よしよし。ここでクッパやっつけたらどれぐらいスターコイン集まるかな。あ、まあ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 、いいよいいよ全然。まだね、これからやけん。そう。下げるの。攻撃力、ね、今せっかく願うで貯めていきよるのにさ、ここで一発とかで解除されたらめちゃくちゃ最悪やったけど。ん？もう一回？うわ、違った。違った。あれによってあかりんめっちゃダメージ受けるんやな。はい、力抜いて。よしよし。何？うん。うわー、体力がやべえ。体力がやべえよ。一旦ドカーンジャンプで。よし、ナイス。あ、やっつけた。絶対これで終わりじゃないって。だってコアッパの方が弱かったもん。違う、強かったもん。弱かったわ、そりゃそうやな。コアッパの方が強かったもん。強かったっていうか体力多かったもん。くそ、なかなかやりおるな。ちょっと甘く見すぎていたのだ。しかしマリオよ、今のはほんの小手調べだ。ほらほらほら。ん？どこ行く？いやー、マリオ助けてー。さらわれ、よくあるパターンやな。最近のマリオのゲームとかでもあれじゃない？二段階目はなんかどっか行くよね。ピーチ姫を助けたければここまで来るのだ。何？屋上？ちょ、一旦戻ってさ、キノピオハウスで回復しようや。よく眠れましたか？マリオさん、頑張ってくださいね。ありがとう。さあ、行きますか。これで最後の戦闘だね。でもどれぐらいパワーアップするかな。やだな、最初から本気出しとけよ。いや、でもこんな短時間で相手の体力がアップするとは思えんねやけどな。どんな修行、精神と時の部屋とか入らんと無理やろう。屋上に行くまでどれぐらいかかるっけ。手前でやっぱセーブしたいもんね。さっきここやったんよね、クッパって戦ったの。え、ここから出て行ったけど、マリオはそこからは出ていけないのか。とりあえずここで一旦セーブしておいて、さあ行くか。間違えた。この間に敵とかはおらんよね。この辺で、この辺じゃなかった？なんか寝よったやつ。あ、なんかそれ、あ、おったー。え？え？さらに上？はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。